それで今度は逆にそっちがうちの二重受けで入りたいと。あ、現金輸送車の警備でも道路工事の交通誘導でも何でもするからさ。だから上げ足取るのやめようよ綾乃さん。いや俺昔から変わんないと思うけど喋り方。そう、綾乃さんに頭下げたなんて知れたら絶対キサラごねるよ。いやほんと頼むよ、今回ばかりはマジピンチなんだよ。だからそんな釣れないこと言わないでさ。うん、社長に相談するところだから少し黙りなさい。はっ。